хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, ウクライナ軍は先週、ロシア軍が撤退したヘルソン州の州都ヘルソン市を奪還した。ゼレンスキー氏はビデオ演説で、調査団はすでにロシアによる400件以上の戦争犯罪を記録している。市民や兵士の遺体も見つかっていると述べた。ロシア軍は占領した他の地域と同様の残忍行為を行ったと非難した。ヘルソン地域の当局者によると、市内の大部分で停電と断水が続いており、撤収するロシア軍により破損されたり地雷が埋められたりした重要インフラの復旧作業が進められている。ロイターの取材に応じた多くの市民はロシア人との接触を最小限に抑えようとしたと述べ、ウクライナへの愛国心を表現しただけで逮捕され、虐待された人たちを知っていると明かした。中心部の広場にはウクライナ軍の奪還を祝う市民らが集まり、国旗を振るなどする姿が見られた。ウクライナ国防省は週初め以降に179の集落とドニエプル川沿いの4500平方キロメートルを奪還したと発表した。ウクライナ軍参謀本部によると、東部のドネツク、ルガンスク地域では激しい戦闘が続いている。プーチンはヘルソン撤退発表時、病院にいた。戦争の終焉がまだ遠い理由。南部の要衝ヘルソンからロシア軍がついに撤退したが、プーチンは今も長期戦を狙っている。一方、ゼレンスキーが発表した和平交渉の5条件で注目のポイントは、ウクライナ南部の都市ヘルソンからロシア軍が撤退した。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領にとっては、2月24日のウクライナ侵攻開始後、一気に首都キーウを陥落させようとして失敗し、撤退を余儀なくされた時以来の大失態だ。この撤退は戦争の転機となる可能性がある。何しろプーチンは9月末、このヘルソンを州都とするヘルソン州とルハンスク州、ドネツク州、そしてザボリッチャ州の4州をロシアに併合したと勝手に宣言していた。ヘルソン市はドニプロ川が黒海に流れ込む地域にある重要な港湾都市でもある。そしてタイガ・ドニプロ川は親ヨーロッパ的住民が多い西側とロシア系住民が多い東側にウクライナを地理的にも文化的にも隔てる大動脈だ。今回のヘルソン市撤退、ロシア国営テレビで国内に向けても発表されたは、プーチンの野心にダメージを与えただけではない。ロシア軍はドニプロ川東岸に押し戻され、ウクライナ中西部を攻撃する足場を失うという戦略的に大きなダメージを被った。もちろん理論的には、東部で体制を整え、再びドニプロ川を越えて攻勢に出る可能性はある。だが、兵力や武器の喪失と新たに投入された兵士たちの訓練不足、そして戦車の不足を考えると、攻勢どころか防衛線を維持するのが精一杯だろう。経済制裁による部品不足で、ロシアには戦車の生産能力がない。ロシア軍に大規模な攻撃を仕掛ける余裕はないだろうと、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのマーク・ガレオッティ名誉教授は指摘する。新たな戦争部隊が組織されると見られる、春先になってもおそらく無理だろう。アメリカの情報機関の報告によると、ロシア軍高官は9月からヘルソン撤退をプーチンに促していたという。ウクライナの攻撃により、ロシアの補給線は崩壊しつつあり、それが完全に寸断されれば、取り残された部隊は悲惨な運命をたどることになるからだ。
プーチンがその現実をようやく認めたのは11月に入ってからだ。しかもこの大失態から何とか距離を置こうとしたようだ。9日のテレビ放送でヘルソン撤退を発表したのはセルゲイ・ショイグ国防相とウクライナ侵攻作戦の総司令官を務めるセルゲイ・スロビキン大将だった。プーチンはその間モスクワの病院を視察していた。だがロシア国防省は撤退の決定を下したのはプーチンであることを明確にした。定例会見で約4万人の兵士を東に移動させる措置は承認された計画に厳密に従ったものだと発表したのだ。プーチンの新たな誤算、今回のヘルソン撤退はウクライナ戦争の終焉が近いことを意味するものではない。ドニプロ川東岸の大部分はまだロシアが実効支配しており、戦闘が続く北部ドンバス地方に兵士たちを再配置することもできる。またロシアにはミサイルの備蓄がたっぷりあり、ウクライナの都市部を爆撃できる。実際最近は発電所などの重要インフラにミサイルを撃ち込み、キーウをはじめ多くの都市を停電に陥らせた。住宅地や子どもの遊び場など軍事施設ではない場所への無差別攻撃も多数報告されている。プーチンはこの戦争を長期戦に持ち込むつもりらしい。無差別攻撃でウクライナの一般市民を震え上がらせ、エネルギー供給を断って厳しい冬を耐え難いものにすれば、ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領も欧米諸国も停戦を求める声に屈するかもしれないという計算だ。だがこれはというかこれもプーチンの計算違いになりそうだ。最近のミサイル攻撃はロシアに降伏しまいというゼレンスキーとほとんどのウクライナ人の決意を固くしただけだった。ロシア産エネルギーの供給を断たれたヨーロッパ諸国も代替供給源を見つけつつある。ただヨーロッパでもアメリカでも大衆の忍耐がいつまで続くか懸念する声はある。そんな中、アメリカの中間選挙でアメリカファーストを訴える共和党右派が不振に終わったことは、こうした懸念をいくらか後退させた。ジョー・バイデン米大統領の右腕であるジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官は11月4日、キーウを訪問してアメリカの揺るぎない支持をゼレンスキーに直接伝えた。その一方で少なくとも原則的には戦争の幕引きに意欲を示すようゼレンスキーに圧力をかけた。和平交渉のための5条件。このためゼレンスキーは7日、ロシアが5つの条件を満たすなら和平交渉に応じると発表した。その5つとは、ウクライナの領土的一体性の回復、国連決議の遵守、この戦争で破壊されたものすべての復旧費用の負担、戦争犯罪者の処罰、そして二度と侵攻しないという約束だ。この条件にプーチンの退任が含まれていないことは注目に値する。ゼレンスキーは10月、プーチンとは絶対に交渉しないとしつつ、プーチンの後継者とは協議する可能性を示唆した。今回、プーチンの名前が言及されなかったことは外交のなせる技だろう。とはいえ、先行きが明るくなったわけでは全くない。プーチンが5つの条件のうち1つでも飲む可能性は極めて小さいからだ。それでも客観的に見ればこれらの条件は合理的に見える。またそれを示したことによりゼレンスキーは外交的解決に関心があることをウクライナを支持するが気持ちが揺れている世界中の人々に示し、道徳的に有利な立場に立った。プーチンが和平交渉に関心を持つとすれば、今回のヘルソン撤退が後押しになるかもしれない。
そして双方が和平交渉に臨むとすれば、ドニプロ川を境界線とすることが出発点になるかもしれない。ただ今はどちらもそのつもりはなさそうだ。ゼレンスキーは勝利しつつあると思っているし、プーチンはまだ負けていないと思っている。この戦争はまだしばらく続きそうだ。